どうも皆さんこんにちは、キュウキュウです。そしてはい、よつです、大原です。そしてジョステテです。ということで今日もエンダーマンと目が合ってしまったら即ワールド削除2日目。いいですね。今日はですね、僕ら、エンダードラゴン討伐が目標なので、結局ネザーに行かなくちゃいけないわけですよ。そうですね。そうですね。だからネザーに行く時用の鉄の装備とかをちゃんと集めに行きたいなと、装備整える会で、はい、もうなんかもう体制整え会ですよ。そうだね。ちょっと翔さん、今のを聞いて削除しようとしたのやめて、今めちゃくちゃ怒られるの俺すごいすごい人気者、人気者やな。そう、人気者です。だからすげえ詰められてんな。俺なんか悪いことしたかなよし、ちょっと行こうか。そしたらちょっと洞窟行かね、今日。そうですね、洞窟でなんかこうみんなで探検して。そうだよね。僕は防具を手に入れました。なんでなんか強そう、一番強そうなんだけど。すぐ手に入れてやべえ。ちょっと待って、俺さ飯ねえからさ、ちょっと、ああそっか、一旦その辺もやらなきゃね。ちょ、一旦その辺やんなくちゃいけないんで、その辺。夜だもう、夜とか関係ない、関係ない強い。新しい新しい。村人さん死ぬの大変だから。ここにめちゃめちゃあるよ、パンのあの小麦タワラみたいなやつ。小麦タワラもう全部解除しましょう、俺小麦タワラマジで最高だと思ってる。小麦タワラワンチャンもう全部農民に売りつけていいかもしれない。交換、そういうことっすか。逆に、まあどっちか、まあ任せるわすぐ任せて。食いたい、俺は食いたい。おやすみ。ます大太郎頑張れ。おはー、おじき俺外に…なんか大原さん今ちょっと簡易版の嫌だったけど、え、まあなんか大原はもう それでいいんじゃないかないや、もうそれで、もうそれが大原の味っていうかね。それが大原の味だ。そう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 、強制しちゃいけんよね。そうだ、そうだ、自由だ。これちょうだい、たいたい。え、クラ、クラ、クラクレクレクラ、またクラクラか。違うゲームやめなさい。クラクレ、おはら、おはら、はい、センキュー。クラ、馬乗ってきます。すぐ馬乗って、どこ行くの大原さん、どこ行くの。馬を探しに旅行ってきます。いらっしゃい。じゃあ俺も行ってきます。なんか俺村担当みたいになってない、なんか村担当大臣。あ、じゃあ俺村いるよ。俺村いるからさ、木大原と一緒にさ、なんか行ってきてよ。俺蔵持ってるからあげる。本当っすか。うん、私パン32個作ったね。うめえ、パンがうめえ。タワラを使ったなやっぱり大事でしょ、それが。よし、じゃあちょっと大原さんはちょっと今馬取ってきてくれてるから、うん、じゃあやっぱり、ポンコツ日本代表2人で2人で洞窟探検行こうか。洞窟探検。そうだね。で今回、そのブランチマイニングでもいいわけよ、鉄ゲットするのは。だから俺思うのはさ、ブランチマイニング見せられてさ、ちょっと面白くないというかさ、はってなる、はってなるから、だからちょっと洞窟探検したい。おっ、メルセデス・ベンツじゃないですか。オッケー、かっけぇよし、TT さん、あれ、TT さんが、 TT です。 TT がいない。ジャス TT です。 TT がいない。 TT ここです。 TT いいじゃん、もうタイタイから TT に変更しよう。もうやめなさいよ名前すげえ変わるよ。じゃあトイト行こう。え、タイタイ、チートイツ。あ、待って、あ、そこ穴あるやん。え、ある、あれか、穴じゃない、ただの穴。穴はあるけど、本当のただの穴説ある。あ、本当のただの穴説だただの穴ハンター、キヨキヨ、ありがとうございます。洞窟ではないって。ちょっと、ダデさん、俺の勘が正しければこっちにある。よし、ついていくぜ、キヨキヨ。よろしく。あの、今のよろしくは完全にあの漢字のよろしくだからよろしくって。いや、前回、多分触れなかったけど、キヨキヨさんの勘信じて30分間村さんがサメになったから。いやいやいや、誰も知らない、そんなこと。あ、何もなかった。すいません、間違えました。じゃないとね、この村には出会えなかったから。そう、俺はこの村と会いたかった。そうあ、なるほど。それはあんな無理返せない。いや、待って、これやばいっす、タイムさえ。まずいっす、この感じない、ある気配がしないって思ったらあるんでしょ。まあそういうものだよね、洞窟っていうのは。そういうもんですよ、うん、これ。じゃあちょっと広めの感覚で平行移動していこう。絶対迷う、絶対、あ、絶対迷うよ、それ。平行移動とか、まっすぐ、キヨキヨ、まっすぐ。俺まっすぐ。タイムどこだ、横にいるよ。いたいた。オッケーオッケー。みんな、2人が迷子になるのか予想してみよういや違うんだよ、これはもう迷子とは何かみたいな話になってくる。なってこないと思います。ありました、ありました、ありました、ありました。いきます。はい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 。うぇー、やばいやばいやばいって。ガチモン、ガチモンのガチモン。しかもお出迎えは石炭っす。嬉しい、石炭ありがてぇ。ウェルカムコール、ウェルカム石炭よ。石炭ってしかも結構あるからね。そう、たくさんね、塊でね。うん、いや、あのね、
いた、あ、いた、ごめん、ごめん、ちょっと、キヨキヨが石炭と俺の間に入ってきた。何そのさ、殴ってるところに。ドンキで殴られた音したけど大丈夫。リアルで引っ張らなかった。いやいや、そんなことしないですよ。するわけがないでしょ、これが。じゃあちょっとここで、うわ、やばい、ワクワクする。ね。やべえぞ。親玉来るぞ、親玉。でも本当に、キヨキヨ、悲しいお知らせがございます。どうした？行き止まりです。え？なんで？なんで？終わりました。なんで？俺たちの青春はこれで終わりました。うわー、これ人生の縮図だね。おい、なんでも縮図って言ってればなんかもういいみたいな。いや、これ人生の縮図だわ。マジこれ粘土の縮図だ。なんで粘土の縮図って。いや、これマジか。いや、でも、うん、もうちょっといけばある。まあまあそうだね、うん、まあ確かに石炭供給していただいたから。確かにそれはありがてえな。うん、ちなみに、翔平さん、大原パイセンは今、粘土を集めてくださってます。俺のために、はい、ありがとうございます。あ、ね、キヨ、うん、こういうとこ絶対あるよね、洞窟。大して緊急性ないけど、ほんと遮ったらめっちゃ。あら、あら、あら、キヨいる？すげえ、なんかこれ全部砂利じゃね。全部砂利、でもね、絶対ある洞窟。全部砂利やん。え、こんなとこ初めて来た、俺、マイクラで。すげえ、俺も初めて来た。オール砂利。え、これ大原何バイオーム、これ全部砂利。まあ、山岳バイオームじゃない、わかんないけど。山岳かな。砂利の山があるの。すげえな、お前全部砂利。砂利のみで構成されてる。割と山岳だったらありえるから、多分山岳かな。山岳か。でもこれさ、地下掘ったらもう全部落ちる。サフサフサフって落ちてくる。あ、あ、あ、待って、何があった。ありましたよ、洞窟。さあ、洞窟の中に、お二人は、そういえばベッドは持っていきましたか。あります、あります。あ、よかったよかった。ちょっと今、ちょっとね、ちょっと、いやー、タイタイ俺持ってないと思った今。言わなくたっていいじゃん、そんな。すぐそうやってなんかこう、俺たちの仲を悪くして。なんだよな。でもこれ砂利の上でベッドを置いたらさ、落ちるぞ、これ。ちょっと一回置いてみようぜ。やめなさいよ。そんなリスキーなことするんだよ。じゃあ一回もう、夜になったらエンダーマン湧いちゃうから。そうだね、そうだね、そうだね。おお、殿、ごもり、おやすみ。はい、グッナイ。おはよう、キッキー。よし、行くか。行きましょう、キヨキヨさん。二人とも今、ベッドのリスポーンを聞いてるから気をつけて。やべえやべえやべえ、それはまずい、ちょっと待って。おこ、あ、てこれ砂利の上に置いちゃった。あ、危ない危ない。ここで、マジで死んだら道連れになると思う。マジ3000マスぐらいもう一回戻んなくちゃいけないから。絶対に嫌だ。ベッド壊すの禁止で。ベッド壊すの禁止。うん。え、こんなに洞窟ないもんなの。すぐ見つかると思ってた俺、洞窟。洞窟なんて砂漠の方にあったけどね。あれ。すっげえ言うの遅い。いや、ちょっとここで見つけることにやっぱ価値があるよ。確かにね。でも山岳バイオームで見つけたくない？うん、そうなんですよ。でもロマンとして。男のロマンよ。さあ、どっちが早く死ぬかな。あ、え、ユキヨ、え、こっちだ。大体どこだ。ヤギヨ、大体どこだ。あ、いたいたいた、ここにあります。マジマジよ。頼む、繋いでってくれ。どんぐらいの、おお、でかそう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 。でかそうだよね、これ。決めるか、大体ついに。やったりましょうぜ。俺らの男見せたろか、俺。おー、しかも二刀流、二刀流、大谷翔平さん、これは。大谷翔平さん、これは。そうなんですよ、これ大谷翔平さんなんですよ、実は。やべえ、ちょっと俺、行きますよ。待って、エンダーマン、マジで目あったら即終了だから気をつけよ。気をつけよ。大原、一生懸命粘土集めてくれてるのに。いや、わからん、俺がごめんって言うかもしんないから。あれ、ここも入り、あれ、あれだ、入り口、田口、入り口だ。田口。久々にこいつ本当に思んねえなと思っちゃった。言っちゃダメだよ。すげえ、思っただけだから、思っただけですから。じゃあじゃあ大喜利やろう。じゃあ大喜利やろう。いや、やめてくれよ。なんでそんな進んで火傷したかんの、この人。大やけどで終了だよ。大やけどで終了か。くぅくぅ、鉄発見。いえ、その鉄めっちゃあるね。待って、これ警告に繋がってるわ。みんな気をつけて。え、マジっすか。あ、あ、あ、つかえた、つかえた。タイさん、ちょ、気をつけてくださいよ、ちょっと本当に。やけやけやけやー。タイさん、大丈夫か。スケルトンもいるんです。一番最初に死ぬのはタイタイかって今コメントに書かれてますよ。コメント書かれてるね、今ね。って思うじゃん。うん。あ、やっぱりねって。甘すぎる。あ、やっぱりタイタイかって。あ、すげえやるやん、このくだり。さあ、あ、逆に、ね、後ろ側にもあるの。信頼されてると思えば。そうだね。うわ、マジっすか。マフミング、ちょっと待って、危ない。いってえし、そのスケルトンの後ろにペッと現れる可能性あるから、マジで。ちょっと待って、やばいって。これやばいでしょ、これ完全に。完全にやっちゃってる、これ。完全にこれやばいって。あ、やば、まあやばいって、これ。ちょっと誰かに似てるけど。ちょっと待って、ちょっと俺奥まで行ってからなんか
掘り進めたい派なんだよね。そうだ、まあまあ俺じゃあ鉄、とりあえず今回のね目的である鉄をゲットしましょう。なんか俺石炭にちょっと今目ないから良くないな、うん、反省点だこれは。でも石炭も今日めっちゃあるでしょ。もう石炭あれそうだ、めっちゃ、まあまあ21個ぐらい俺2スタックあるもん。あれ、あ、じゃあ石炭もいいか。うん。ちょっと待って、怖すぎる怖すぎる怖すぎる。俺らのこの冒険のこの冒険魂やばいよ、ね、うん、わ、めっちゃ鉄あるけど、なん、どういう状況これ。ちょっと大体あの暗いところにカーソル合わせるのマジで危ねえわ。そうだね、マジで危ない。鉄、これ3人とも鉄ガチガチフル装備になるには鉄何個必要だろう、うん、まあ、1人当たり8、7、5の、4だから9で18の、8だから27か。一人当たり20。エタマン下にいた。エタマン下にいた。やばい。で、見てないよね。見てない、見てない。オッケーオッケーオッケー。あー怖い。おじいちゃんいたの今。うーって言ってた。待って、今日俺今ね、はい、下に下ってます。うわー、あー、グリーパーも、グリーパーとつけた動画やばい、ちょっとやだわ。え、もう、え、結構いったの。大体降りてるよ俺。優秀や、勇敢な選手を。行くぞ、急遽。大体、俺は好きだ、その勇敢な心。ありがとう。俺は好きだぞ。世間が何と言おうと。俺嫌われる前提やん。でもここってさ、また違う違うわな。これ、どこでも続いてないですね。あ、続いてるわ、多分下に。下から行ってる、うん、ちょっと一回様子見だけ見よう。様子見してみよう。やっぱ男のロマンとして。そうだね。あん飛び降りる感じが。さすが、キョウキョウ。いや、怖いっす、マジで。いや、ちょっとマジで、なんかこれやばい、なんかちょっと危ない気がしてる、今。まあまあ危ない。でもめっちゃ鉄あるっす。よし、めっちゃスケルトンもいる。2人いれば大丈夫だ。こうやってあの壁に追い、オッケー、壁にゾンバーワールド、ゾンバーワールド壁に押し付けながら戦うのがいいね。そうだね。ゾンバーワールドはまあもうどれもいいでしょ。いや、ただこの数には勝てないから。確かに1対1で戦えるんだったら。そう。うわ、ゾンバーワールドめっちゃ来るな。あ、金鉱石ある。お、モンさん、あ、で、クリーパー。待って待って、俺、やばい、無視ね。バカ、あ、バカした。あ、それとですね、あの、ぼちぼち夜になるっていう。なるほどね。マジっすか。あ、いや、それは聞き捨てならんすね。お二方のベッドは、俺ベッドないっすね、今。ちょっと戻ろう。待って、俺はこいつを倒すまで俺は戦える。逆に、中の方が安全まであるけどね、洞窟だったら。まあ確かに確かに。じゃあ、まあ、一旦上に上がろうか。本当に一旦。うわー、クリーパー、クリーパーじゃねえ、あの、朝来るまで時間短縮してていいんじゃない。いいっすか。ただ大原が大変じゃない。いや、俺家の中でがいいよ。俺家の中で、あの、外見てるわ。それ俺多分大原がかわいそうだと思うわ。じゃあちょっと戻ろう。戻ろう。あ、違う、俺ら退出しないんじゃね。なんかそのメタ的発言。法の抜け穴を。まあじゃあちょっと美学にのっとって戻りますか。さあ戻ってまいりましたが、どこだここは。夜の外怖くない？大丈夫？めっちゃ怖い。あ、なんかまた別の、ん、あ、こうか。いや、あ、すら、あちゃん、あちゃん、山上だ。あったあったあった、ここでしょ、あったあった。上？あ、違うわ、雪だったわ。ちょ、それは、ケイクさん、それはそれは良くないんじゃないですか。雪だったわ。雪とベッド間違える、やばい。なかなか。待って、待って、ちょっと危ないな。めっちゃ狙われる。ベッドなくね？ベッドなくした。君たち。ベッドなくしました。ベッドなくしました。あったあったあった。え、どこ。こっち見つけたぞ、キュウキュウ。マジで夜怖え。夜のエンダーマン怖えわ。まあ寝るか、まず寝るか。これまずもう寝ちゃ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 う。おやすみ。オハラ寝てる。寝れるよ。オハラ飯食ってんな。間違いない。オハラ今飯食ってるでしょ。オハラ食ってねえよ。あ、食えてないか。ごめんごめん。言いがかり、はい、言いがかり食らいましたよ。すーげえ疑うやないですか。いや、やっぱりオハラの、あ、こいつ飯食っとるわって、ね。大原の何食ってるのかっていうのがコメント欄でなんか流行ってた。確かに。そう。ブームだよね。いや、俺がね、お、危ない、エンダーマンいた。危ないよ。危ない危ない。怖い怖い怖い。耐えても、耐えても火炎ね。鉄、みんなどれ、今日23っすね。俺28っすね。やや足りん。うん、やや足りんっすね。ややってか、30個足りないっすね。まあ、でも俺胴体2つ持ってるよ。あ、そうだ、オーバー結構なんか強い。で、俺足持ってる。あれ待って、それで言うと金装備必要じゃね、ネザー行くから。確かに。あー、そっか、金3つある今。あ、商人だ、商人、行商人がいる。行商人ちょっと絶対無理だけど。絶対交換できないけど。エンダーマンが俺の目の前でしばかれてった。誰に。アイアンゴーレム。アイアンゴーレム、いいねってことはエンダーパールゲットできる。落とさず落とさず。あ、エンダーパール落とした。お、あれ本当に。
ナイス、ナイスです。なんかまたゴーレムに縛かれてました。いいね、てかそんなんいんの。もうほらトラップ作ろう。やばすぎる。ゴーレムがボコボコに。じゃあちょ金だけ、金だけ、金だけ。僕今金3つ持ってるから、うん、8個必要なんだ。あと金5個を見つけたら帰ろう。そうだね、OK。 うわー怖いよ、マジでマジで怖いよ、マジで怖い。なんかそのエンダーパールに目合わせちゃいけないって思ってるとなんかすごくストレスかかるな。エンダーマンのことエンダーパールって呼ばれてる。もう完全にそういう見方してるじゃん。クルド族のこと俺あるあるだよね。日の目って呼んでたもんだよ、すごくサイコパス。いや俺あるあるなんだよな。すごくサイコパス。ただその洞窟イン、今洞窟インっすね。うわーエンダーパール危ない。だから癖になっちゃってるんですよ。癖になっちゃってる。エンダーマンいるんだよ下に。でも高校もやめよう、怖いから。でもそうすると金がさ新しい場所に行けないってさ、金の何機械損失っすよね。そうっすね。ただ地下いる？地下ですよ。鬼地下、鬼地下？いや、ちょい地下。ちょい地下？さっき開拓してた鬼地下なの。ああ、危ねえ、危ねえ。どうしたの？警告やべえって。警告やばいよね、確かに。警告石結構下なう。めっちゃ下よ。13マス目にいる今。もんなブラマイヤン。ダイヤ出んじゃね？ダイヤ出るかも。警告石、ついに手綱のズレッジを作った理由が。まだ幸運のズレ橋生きてる。生きてる。あれ幸運3だからね。そっか。全然ワンチャン増えるよ。じゃあダイヤ見つけたらあれか、ダイヤって叫んで。そうね、そうね、ダイヤって叫ばんと。ダイヤ育てたみたいな。うわぁ、あー鉄ありがてぇ。鉄も結構手に入ったね。鉄めっちゃあるわ。もう32個か。もうちょっともうね、耐えられないほどある。耐えられないほどある。オッケー、もう鉄はもうお腹いっぱいっす。もう俺もいいっすね。ワンチャンダイヤみたいな、そういう、そういう。あーもうしかもね、金ももう、もうお腹いっぱいっす。まあもうある。オッケーオッケー。金鬼、鬼、鬼ある。ただちょ、ワンチャンダイヤ見せない。だって今俺いるの11マス目です今。そう、ダイヤか。ダイヤさえあればサムネが確定するんだ。ダイヤさえ見つかれば。そうなんだな。そうなんだよ。ああ行き止まりだ。もうちょっと帰ります。来た。さあ地上着きました。タイダさんどこ？わかんない。え、タイダさん地上？俺もう地上っすよ。地上で迷った？いやでもまだ山ゾーンにいるんで座標教えてもらえば。そうに、いや青どっかで。あ、なんて。どこかで会おう。どこかで会おう。どこかで、山の上のどこかで会おう。今ぐるぐるって回り回ってるな。じゃ山の一番高いとこ行こうぜ。いた、たもいたって言ってるでしょ。よし、こっちだ。レッツゴー。待って、お人田さん、僕らも迷った説ある。でもサバンナついたよ。こっちだっけ、なんかそっちな気がする。あーこっち直進の可能性もあるな。あーこっち直進の可能性高くね。サバンナっすね。あ、ここじゃん。鬼のかぼちゃ発見。あ、ここ絶対こっち。あった。ナイス、さすがだね。俺らちゃんと解な、ついたね。素晴らしい。帰ってきました。ただいま。ただいま。よし、そしたらいや焼きますか一旦ね。行きましょう。今ね木炭作ってる。いいっすね。よし、ちょっとチェストに。あーでもな、チェストがもういっぱいだな。チェストがいっぱいよ。めちゃくちゃでも鉄あるわ。鉄も、あ、金も8個。よし、ゆうきょうさん。はい。俺は君をビビらせることができる。え、どうした、なんすか、大原さん、どこいるんすか。見せてやろう、俺のこの今回の成果を。どうだ、大原さんのエメ集め、エメ集めガチ勢な。お、ありがとうございます、大原さん。俺の成果はこれだ。はい。おら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 。おえー、え、なんで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 。大原、まさか目合わせたな。合わせへんわ。合わせへんわ。ああ。え、やば。アイアンゴーレムですか。いや、取引を進めておいた。あ、マジ？もう取引まで終わってる。これが、やっぱさ、ベテランとしてのさ、すげえ。やばくね。大原さん、ありがとうございます。ありがとうございます。てか、大原の拠点なんかすげえ、もう大原の拠点になってる、ここ。ね、ちゃんとなってる。えぐない。マジっすか、大原さん。働かせ施設を作りました。で、こちらの方に、はい、はい、聖職者を軟禁しておりますので。軟禁。すげえ。やばすぎ。エンダーパール、エンダーパールって10個だいいんだっけ。もうちょい必要って感じ。まあ、12個が一応最低。まあ、最悪。あ、そっか。まあ、持っとく量か。すごい。すごいな。来たまえ。この中に俺はフレンドを用意しておいた。すごい。うわー。てかもうこの人、しかも5円目だし、5円も5円目か。いいっすね。やば。じゃあ、あとは5個エンダーパール。ネザー要塞って感じか。次は。あ、そっか。ネザー要塞だ。いや、ちょっとネザー。
え、だってネザー普通にまたさいる可能性あるよね。エンダーマンてかエンダーマンしかいないでしょ。なんならあの新しくできた歪んだ森ってところがそうだね。怖っ、やだな。気をつけなきゃね。そこだけ気をつけよう、うん、じゃあちょっといろいろ焼いて行く準備だけしたいっすね。そうっすね。オッケー。よし、ちょっといい感じに焼けてきてるよ。いいよ。豚肉さんもあるし、そしたらあとは何しようしたんだろう。豚肉さん変なところで形状つける。そう、変なんですよ。変だな。やべえやつですよ、ただやべえやつなんですよ。豚肉さんはやばい。ちょっと金ゴッドでちょっと、頭欲しいっすね。足の方が節約できる。あ、足が節約できるわ。じゃあ足お願いします。足2個作りました、2個。ありがとうございます。大原さんある。いや、俺には3つけていいんだよ。いや、それも笑うとこじゃない。3つけなくていいけど。大原さん、ありますね。じゃあちょっと金のブーツ、ありがとうございます、いただきます。僕ブーツ持ってますね。あー、いいっすね、いいっすね、了解です、了解です。すげえ笑うやん。ちょっと待って、こう、紙とかも絶対いらないから、もう削除。削除しましょう。削除、砂利とか絶対使わんでしょ、もうゴミっす。もう、あっ何やねん。めっちゃ突っかかる。あーって、同族権をすんな。肉をね、あれ待って、なんかあれ、あー、てか石炭俺めっちゃ持ってるわ。あれ、ててどこ行った。俺今ね、キヨキヨのとこにいます。これは、はい、ありがとう。パンツで、緑色は緑色誰だ。俺緑だよ。緑、ください。緑、はいはい、ありがてー。キンキンに冷えてやがれ。絶対履きたくねえ。そんなズボン絶対履きたくねえよ。めっちゃ冷たい。鉄でキンキンに冷えてて最悪だわ。でも夏よくない。夏冷えてる必要ないよ。鉄のズボンそんな履きたくねえけど。やだな。めっちゃ重いっていう。俺冬にちょっとこれだけはオンエアで使わせてほしいんですけど、あの冬に朝起きて冷たいズボン履くのめっちゃきつくね。朝起きたてでスキニーパンツとか履くの、まあ、それ言うとあのあれだな、俺は学ランだったね。それがあ、冷たい学ラン。カラーがさ、冷たい。カラーめっちゃ冷たい。あれが嫌なんですよ。以上です。ジャンガ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 ーン。ちょっと違うっていう。ちょっと違うし、パクって滑るって一番罪深いから。いや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 。よし、じゃあ行こうか。そしたらネザーの世界へ行きますか。キヨキヨさん、ズボンない。ズボンないっす。そんなことある。やばすぎだろ。そんな単純な鼻で笑うってある。そんなことないっす、人生において。かっこよすぎる、おはるさん。あっ、大原じゃそれ統一でいいですか。やばい、カツダマルドで。ベル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 。ということで今日皆さんお疲れ様でした。イエーイ。いやー、まあね、本当に目合わせなければね、この動画シリーズはもしかしたらパート900ぐらいまでいっちゃうかもしんないから、 900? ぜひともよろしくお願いします。嫌です。今日ですね、このエンダーマンと目合わせたら即死ソウル削除企画やってきましたが、2日目ということで、うん、毎日更新中でございますんでね、ぜひとも真ん中のボタンからチャンネル登録して明日を見ていただけたらなと思います。そして動画の説明欄には大原とタイタンの YouTube チャンネルリンクございますんでね、まだ見てない動画があればそちらからチェックしてみてください。お願いします。チャンネル登録お願いします。そして周りにはこのですね、エンダーマンと目を合わせたら即ワールド削除、ワールド削除の対策室ございますんで、まだ見てない動画の方そちらからチェックしてみてください。おい、俺隠れてるぞ。大学来た、大学来た。ということで、ご視聴ありがとうございました。